皆さんこんにちは、ベニです。今私は名古屋駅におります。今日はですね、いつもだったら近鉄名古屋駅とか新幹線でお出かけすることが多いんですが、今日は JR の普通列車に乗って大阪駅へと向かいます。そう、なんか急にね、普通列車で旅をしたくなってしまいまして、最初は名古屋駅から、岡山まで普通列車で行こうと思ったんですよ。ただ、もうお気づきの方もいるかもしれないんですが、カメラを変えまして、前回の動画でソニーの Vlog カムを買いたいと思ってるんだよねって話したと思うんですけど、それを買いましてカメラを新調し、なんとマイクも買いました。今年はね、ちょっとちゃんと喋りも入れていこうかなと思いまして、マイクも買いました。で、初めてこの Vlog カムで動画を撮るんで、バッテリーがどのくらい持つとかも分かんなくて、ね、急に名古屋から岡山まで行っちゃうとバッテリーが足りなかった時に困るなと思いまして、割とね、近場の大阪まで普通列車で今日は行きたいと思います。なんか今ちょうど電車が来たんですけど、どうなんだろう、これマイクつけてれば電車が来ても声拾えてるのかな、まあ、それもね、編集するときに確認するのが楽しみです。で、普通列車、今日は名古屋駅を8時3分発の東海道本線特別快速に乗って前原で乗り換えをします。で、前原で乗り換えたらもう大阪まで、はい、乗り換えなしですね。多分これが一番乗り換えが少なくて、まあ、近鉄の方が多分早いんですけど、時間もそんなにかからず安く行ける方法だと思います。普段特急とか新幹線ばっかりなので、普通列車の旅楽しみです。じゃあちょっと電車来るまでまだ時間があるので待ちたいと思います。名古屋駅から次の乗り換えの停車駅の前原駅までは11駅ですね。時間は8時3分名古屋発の9時10分に前原に着くんで、約1時間ぐらいですね。じゃあ1時間ぐらい、はい、本を昨日買ったんで、本を読みながら過ごしたいと思います。なんか普通列車の良さって所要時間が結構あるんで、その時間をね、自分次第で有意義に過ごせることかなと思います。今日はこの時間を生かして久しぶりに本を読んで過ごしたいと思います。一宮も今度来たいよね。うなぎとあのさ、名古屋駅にさできたさ、トリュフベーカリーあるじゃん。さ、あのパン屋さんが駅前にあるんだよね。そうそうそう。ねえ、なんか名古屋駅のトリュフベーカリー混んでるから、一宮の方が空いてるかなと思って。次は、前原です。前原では乗り換えに約9分あるので、余裕を持って乗り換えできますね。なんか調べたら他の時間帯の同じ電車は前原駅で4分しか乗り換えがなかったりするんですけど、まあね、荷物とかあっても9分乗り換えにね、時間があれば余裕だなって思います。余裕だな、余裕だなって思
電車の乗り換え時間かかるかなと思ったら、さっき乗っていたの今映ってる後ろの電車なんですけど、向かい側のホームでした。乗り換え9分逆に結構余っちゃうな9分いらなかったはい、すぐでした。3分でも余裕が。では次の乗り換えの電車が来るのを待ちたいと思います。ホームのポケットカーご注意ください。ご覧のボタンを押してください。ご乗車になってお待ちいただきます。ボタンを押してください。ドアが開きます。すごいいいね、人が少ないですね。休日だからかな。ご乗車ありがとうございました。まもなく京都、京都です。IC カードで改札出ようとしたらピーってなっちゃって、で駅員さんに聞いたら精算機で精算が必要だって言われたので、今から精算します。精算する。この場合を利用してみた精算するボタンを押してください。できた。生産できました。名古屋から大阪まで3410円でした。これで出れますね。よし、今からとりあえずもう11時なのでお昼は、あ、なんかママがどっか行きたいらしい。おいしい。なんか串が来る前にビールが終わっちゃいそう。なんか大阪結構来てるのに串久しぶりだね。はーい、おいしそう。いただきます。うん、おいしい。大きいよね。久しぶりに食べると美味しいね。
なんかレンコンが一番好き。うん。ですね。このレンコンが。うん。はい、本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。初めての普通列車の旅はいかがでしたでしょうか。カメラとね、新しくマイクも買って、ちょっとうまく撮れてるかわからないんですけど、撮れてない部分があったらごめんなさい。ちょっと後で編集ね、確認するのがちょっと不安でもありますが、はい、初めての普通列車の旅は私的にはすごく良かったです。快適だったし、とても楽しかったです。今回は、ね、名古屋から大阪っていう短い距離だったんですけど、次は名古屋から岡山、名古屋から広島っていう風にどんな距離を伸ばしていけたらと思います。はい、なんか普通列車だと本当景色も楽しめるし、長距離だとね、途中で降りて、その土地のグルメを楽しんだりするのもいいのかなと思いました。はい、今年は普通列車のために、挑戦していこうと思います。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。